この1時間足で見た急上昇、ここの急上昇の値幅が50ピプスくらいあるんで、この間で下方向でスキャルをするのはちょっと危険だし、信頼できる水平線もあまりないので、ある程度リスクを取ってこの急上昇の半値くらいのところに IFO で買いで予約注文を入れちゃうっていうのもありなんじゃないかなって話をしてたと思います。で、今現状相場見ると少し割ってるけど、この急上昇の半値付近でサポートが入り、その後上がっていってる感じですね。自分のルールにないトレードをしないって決めておくのが大事かなと思います。もちろんトレードしなかったらお金は増えないけど、減ることもないんで、自分のロジックにないトレードはしないことをお勧めします。本日3月5日金曜日、時刻が今20時2分です。で、先週の金曜日、前回環境認識を行ったのがこの縦のラインを引いたこのタイミングで、前回の動画ではこの急上昇が入った後少し戻しているところで動画終わってると思うんですけど、で、日足4時間足で見ても上昇トレンド上目線なので、長期的な視点で見ると押し目買いを狙っていった方がいいんじゃないかなって話をしていたと思います。で、もう少し細かいところを言うと、この1時間足で見た急上昇、ここの急上昇の値幅が50ピプスくらいあるんで、この間で下方向でスキャルをするのはちょっと危険だし、信頼できる水平線もあまりないので、ある程度リスクを取ってこの急上昇の半値くらいのところに IFO で買いで予約注文を入れちゃうっていうのもありなんじゃないかなって話をしてたと思います。で、今現状相場見ると少し割ってるけど、この急上昇の半値付近でサポートが入り、その後上がっていってる感じですね。で、今1時間足なんで、日足とかで見ても先週の金曜日以降結構な勢いで上昇していってますね。で、前回もう少し上の方にも水平線引いておけばいかったんですけど、まあ引いてなくてずっと伸びてってますね。なので、どのあたりで短期足で水平線に対してレートが意識されているかと見れてないんですけど、日足レベルで見てもほぼほぼ押し目作らずに上昇していってる感じですね。なんで、まあ、うまく上昇トレンドに乗ったとしても利益確定のタイミングって結構難しかったと思うんですけど、1時間足レベルで見ても押し目買いでエントリーできるポイントはたくさんあったのかなって思います。じゃあ、これずっと上昇していってるんで、今回はまず縦のラインを引いてしまい、上位足から今後意識されそうな水平線ある程度引いておいて、これ日足で見るとずっと押し目を作らずに上昇していっているので、日足で今水平線を引くとしたら、この上昇の起点となったここ、前回の高値を更新した起点となったここのレート、ここに1本追加しておきたいと思います。あとは押し目作ってないんで、日足レベルでは水平線の追加これくらいかな。ただ、この後意識されそうなところを少し引いておきたいと思います。ここもしくはここかな。日足レベルで意識されそうなこういったレートを強く抜けていっているので、この辺は水平線いらないかなって思います。ただ今日3月の第1金曜日で、この後雇用統計の発表があるんで、ある程度相場は荒れると思います。なんで、その後相場が落ち着いてからの動きを見てトレード戦略を練っていくのが一番いいと思うんですけど、一旦意識されそうなこの急上昇急下落の終点起点になったこの辺りの日足で見たヒゲの先端に水平線引いておきたいと思います。あとは4時間足1時間足でずっと上昇トレンドが出てるんですけど、このトレンドの更新地点となったところに水平線追加しておこうと思います。4時間足は水色で引いてきますね。4時間足で波形を見ると、ちょっとこの辺り分かりにくいけど、直近の高値がここで、それを作った起点を一度下に抜けて目線が下に切り替わり、で、この直近最安値を作った
起点、ここを上に抜けて、この時点で目線が、四時間足で目線がまた上目線に切り替わり、その後、ここがレジサポ転換し、上昇トレンドが出ている。日足で上昇トレンド中に、四時間足で目線が上に切り替わり、再度上昇トレンドが出ている。そういった相場なんですけど、起点で見るとしたらこうかな。ちょっと微妙なラインだけど、こんな波形ですかね。あんまり信頼できる水平線にはならないかな。波形捉えにくいですよね、これだと。なんで、こういったちょっと分かりにくい場合は、僕水平線は引きません。まあ一応ここくらいは引いといていいかな。こんなもんですかね。あとは1時間足で見ていきたいと思います。1時間足で見ると、1時間足ではもうずっと上昇トレンドが出てて、前回のこの急上昇、ここでだいたい50ピップスくらいあるんですけど、急上昇の半値くらいでサポートが入り、ここも目線は変わってないですね。こんな感じかな。なんで今週はずっと1時間足で見ても目線の転換はなく、ずっと上昇トレンドが発生していた感じですね。一度も下目線に変わることなく、ずっと上昇トレンドが継続していた。で、一応もし落ちてきた場合のサポートになりそうな水平線をいくつか引いておきたいんですけど、引けるとしたら、ここと、これ過去に意識されてるのかな？こことかは前回の1時間足、ヒゲの先端とか、この辺は特に過去に意識されてないです。なんでこの辺は消しときます。これも微妙だな。これも過去に何か意識されてたのか。これとかどうだろう。ここは意識されてないですね。これは消しといていいか。こんな感じですかね。こうやってずっと上昇が続いてると、飛び乗りで入りたくなるんですけど、ある程度長期的な視点で、日足4時間足、1時間足の上昇トレンドに押し目買いで入っていくのはありだけど、こういった相場状況の場合、入れ場で短期足を使ってのスキャルやデイトレっていうのは、ちょっと難しいかなって思ってます。僕のトレードっていうのは、上位足から目線やトレンドを見ていって、その節目節目となるレートに水平線を引き、根拠になりそうな水平線を使ってのトレードがメインになってくるので、あまりこうやって押し目を、しっかりとした押し目を作らずに上昇していくと、なかなかトレードするのは難しいかなって思ってます。こんな感じですかね。無理やり水平線引いても自信持ってトレードできないんで、僕はこういった場合、水平線あまり引かないようにしてます。なので今回の環境認識の動画はあまり役に立たないかもしれないですけど、もちろん相場に絶対はないし、毎回同じような動きするわけでもないんで、わからない相場の時はずっと上昇していっても自分のルールにないトレードはしないって決めておくのが大事かなと思います。もちろんトレードしなかったらお金は増えないけど、減ることもないんで、自分のロジックにないトレードはしないことをお勧めします。この動画が参考になったっていう方だけでいいので、YouTube の高評価とチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。また動画の概要欄にある LINE 公式に登録することで、僕が FX 初心者だった頃、こんな学習コンテンツが欲しかったって本気で思える内容を無料で段階的に学んでいただけるようになっているので、ぜひそちらも登録して学んでみてください。じゃあこの動画はこれで以上です。それでは。